性というだけをですね、こうやってやってると手しか上がらないんですよね。相手が手しか見てないと。だからこの僕は上がりましたね。手だけがこう上がるっていう、相手がこう手だけを押せようとしていると手だけが上がる。僕がですね、あれ押さえたと全体を押さえようとしていると全体を食ったっていう。手ってあれじゃないですか。最初に兵器の先生にも。全身で押さえ込んでみたいなことを言葉で誘導されてやります。そうそうそう、そういうことだと思います。そうなった方が技はかかりやすい。そんな感じですね。ただまあ最初にこう構えてですね、やっとすぐ全体にくるくるくるですね。その肩の中とかだと、これで、ここからこうとかもあり得るので、全体が動かないように押さえて、武道の人、武道っていうか、柔道とか競技の人だと、ここをこう押さえるようになって、相手をこういうふうに、全体的にこう前にも来ないようにっていう、手だけ押さえると、どんどんこう、攻めて、ね、取られたりするので、ここからこういって押し込むみたいなふうにしないと、あれなんだけど、相手上げっていう練習だけを取ると、手を押さえていっちゃうと、こういうふうに押さえるから、やっぱ仕込まれない、基本的には押していかないと、武道の場合は、まずいわけですよ、ここで持ってるだけだとやられません。でもこの相手上げしかやっちゃいけないって言われると、こう持ってる人の手を相手上げするの難しいというか、っていうことになっちゃって、やる方はいくと。でもし手だけ持ってこういうふうにしてもいたらいいかとか、こっちに攻めていくとか、そういう方がいいかもしれません。手だけああそうです、これでいいかもしれませんね。今度は新しいですね。これを持ってからこっちに行って改善すると、押し込まれてないので前に行けるじゃないですか。で前に行ってから。なので押し込んでおかないと、本来やられちゃうっていうことなんで、押し込まれたときは今のができるかって、今のやってもいけないので、なので、ここから引き上げをして、いけばいいと。なんですか、こう来た瞬間、なんですか、とりあえず手は張りに行って、相手が前に行けなかったら、相手を敵にこう歩いていって、相手が手しか持ってなくて、ちょっと行けたら、こっちに行くっていうふうにすると、まず、とりあえず前に押し込むつもりで行って、止まったら相手上げしていく。止まんなかったら、そのまま、投げに行くって感じにするといいかもしれないです。こうなったところですね。もう忘れちゃいました。こんな感じになんです。来たってこっち答えです。ってこんな感じです。その持つところがポイントですね。じゃあ簡単に終わる。うわわわわ。あがった。じゃあ何か補助してもらってもいいですか。これだとちょっと怖いけど、ダブル
あ、簡単にできる。おなんかすごいスピードじゃなかったですか。すごいスピード。どこもやる。おー楽ですね。楽ですね。はい、スピード合わせはスピードの速い感じしますね。あ、だからやっぱこっちに重心がいってるんで、スッと。そうですね。おお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 お